さあ皆さんこんにちは、スノボーダーの青木玲です。ツイッタースの若です。本日も我が軍と一緒にバタレオンの板の紹介となります、はい、早速ですけれども、はい、お願いします。はい、本日ご紹介します、黄色板、黄色板バタレオンのパーティーウェーブでございます。値段も結構、まあ、おととしのモデルなので5万9000円の半額、半額で、はいはい、34,500円の税となっております。はい、この赤い字見た時にすげえなと思いました。34500、はい、覚えやすい。はい、最近この値段でスノーボード買えなくなっちゃいましたもんね。本当にいいものを見つけてきてくれましたね。はい、はい、ありがとうございます。で、今回このパーティーウェーブっていう板なんですけれども、乗り味、ちょっと見た目がちょっと短いくせになんか不定じゃねえかっていうふうに多分感じてると思うので、はい、うんうん、どんな板かっていうのをまた我が軍の方から、はい、詳しく説明お願いします。はい、このボードはですね、バタレオンの中でいくとショートファット、はい、ショートファット、短くて太い、そのまんまじゃなくて、そのままでした。そのまんまの、まあ、そのショートファットボードって結構各メーカーさんに、はい、まあ、1本2本ぐらいあったりするんですよ。ありますよね、結構パウダーボード出してるブランドなんかだと、うん、結構その辺こう取り揃えてるっていうのが、はい、ショートファットボード、はい、それのバタレオンのパーティーウェイブは、はまずウエスト幅が、はい、これ148のボードなんです。148長さね、はい、それのウエストがなんと278。見たことない。見たことないですね。148で278って、すごいですね。はい、多分ですけど、はい、このショートファットジャンルの中でいくと、まあ、1番、2番に太いんじゃないかなと思ってます。ね、身長の割にだいぶ変わったら、ドラえもんみたいな感じなんですよね。確かに、そうですね。すごいな、はい、ドラえもんがボンタクですよ、まるで。はい、そして、はい、で、ショートファットボードのいい特徴としては、うん、太いんですけど、はい、やっぱハンドリングが短い分軽いんですね。それはね、非常に同感。やっぱり短い板は操作がしやすいっていうのは、はい、これはまあ、うん、当然というかね、そういう流れですよね。はい、で、ゲレンデをこう、うん、なんですかね、もっと楽に、まあ、前回紹介したクルーザーよりも、うん、もっとこう少ない力とか、まあ、楽な角付けで滑りたいなっていう方には、まあ、非常におすすめなこうショートファットボードっていうジャンルなんですけど、はい、ショートファットボードってそのウエストがこの棒だったら278あるんで、はい、まあ、ドラムなんかまたもっと気にしなくていい。ああ、ブーツこすっちゃうとか、バインディングこすっちゃうとか、そう、全然平気っていうのが278cmのウエスト。ウエストが太いことで、はい、板自体の幅があるので、パウダーでの浮力もいいし、板立てた時の、まあ、全然ドラグとかも気にせず、うんうん、本当にこの足元だけの有効エッジでカーブして遊べるので、うん、立てても楽しいし、立てなくても楽しいし、うん、っていうのが非常にこうショートファットボードの特徴ですね。278mm でしたね、僕センチですよね。278mm、この幅があることによって、はい、こう浮力だったりとか、立てた時のエッジング感も結構鋭く雪の中にエッジ食い込ませられるので、ゲレンデフリーカービングをより簡単に操作性よくっていうのが、この前回紹介したクルーザーに比べて、ちょっとスペックは、はい、個性的すぎるかもしれないですけども、実際乗ると、おおっていうふうに驚きが隠せなくなるような一本かなと。そうですね。ところですよね。はい。はい、で、こう、例えばツリーランとか。ツリーラン、はい、ツリーランっていうのは木の間を滑っていくツリーの中で滑るツリーランね。はい。とか、まあ、その細かいところで板を細かくこうスイングさせたいみたいな、はいはい、状態にはやっぱりこうショートファットボードって非常に面白いので、面白い。大きいパックバーンのパウダーとかをドカーンって滑るんだったら、まあ、長くてというクルーザーとかみたいなのが面白いんですけど、うん、まあ、木々の中をちょこちょこ滑ったりとか、うん、まあ、立体的な地形の沢コース、はいはい、まあ、スキー場で言ったらそうですね、マダローとか。マダラを。マダラを高原スキー場とか。はい。とか滑るんだったら結構、このパーティーウェーブ面白いんじゃないかな。なるほどな、はい。はい。丸沼も、僕らベース丸沼が結構多いんですけど、丸沼もゴンドラ使って上から壁遊び、ちょっとこう、緩斜面でスピードを乗せながら壁登ってってヒットするみたいなのは、めっちゃ面白いと思います。面白いです。はい、面白いです。やっぱこう、ショートに遊べると、ヒット数が増えるんですよね。それ、はい、大賛成。改めて言ったけど、確かにそうだもんね。はい、当てられる壁の数とか、うんうん、まあ、結構ライン取りがもっと細かくできるので、うんうんうん、まあ、レギュラーサイズのボードよりも、本当にこうちょこ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 遊んで、うんうん、まあ、いろんなこうレイバックだったり、はいはい、スプレーだったりとか、まあ、そういったこう動きをこういっぱいしてもらえるんじゃないかなと思っております。はい、ちょっと短いと不安定なんじゃないのっていうのが、まあ長さが短くなると、操作性いいのは分かるけど、不安定なんじゃないのっていうのをちょっと懸念することになるんじゃないかなと思いますが、それをこの 278mm のウエスト幅でしっかりとフォローしてくれるので、
ここでヒットしてもう一回下ってここもヒットできるみたいな、長い板だとここでヒットしてからこっちの方っていう風にやっぱなりやすいんだけれども、ね、短い板の方がよりトリッキーな動きが連発してできるよと、うん、なんでより和歌に近づけるよという感じで言っても過言じゃないかなと思うんですね。そうですね、そうですね、はい、さあこれの 3BT っぽさなんですけれども、はい、おちょっとこれフィルムがね破れちゃってるんですけど、これはねあのごめんなさい、去年一昨年もですね、はい、倉庫で眠ってちょっとこんな感じになっちゃいましたけど滑るのには全然問題ない、大丈夫です。幅があるので真ん中のフラットの部分が、あ、ちゃんと白くしてくれてるんですね、はい、なんとなくね、でこの撫で型の部分の撫で型が綺麗に3分割ぐらいですかね、ちゃんとされている。で昨日紹介したクルーザーよりもこの撫で型っぷりがちょっとこれ弱く見えるんですけど、はい、昨日のがこうストーンって落ちてて今日のがちょっとフラットに近い方向の 3BT かなって思うので、そういった部分でもウエストの幅、ボードの幅をうまく活かした安定感っていうものは非常に搭載されてるんだなと思った次第です。本当は雪面や地形をかき分けてくれる、うん、まあ、テール側のこう TBT は弱くしてるので、まあ、グリップはい、させてくれるっていったところも特徴です。テールはね、ほとんどフラットみたいな感じ、うん、まあ、触ればね分かるけどほとんどフラットみたいな感じ、うん、ノーズはここフラットあってちょっとやっぱりこう落ちてるよっていう感じ、うん、でも僕がこうバタレオンの板全体的に見るともっと落ちてるやつもあるしな、うん、みたいな感じでスピードつけての安定感っていうものを 3BT 構造とあと幅によってしっかりと演出してくれる。で148だけ、はい、それ短いから手足のように動かせるよという感じで、はい、ぜひぜひチェックしていただきたいパーティーウェーブ、はい、はい、パーティーウェーブでございます。ネーミングがもう最高じゃないですか。そうですね、この、はい、非常にこうパーティーなボードパーティーなボードなんですよね。壁当てとか、はいはい、本当に楽しんでいただけて、はい、で148でウエストガツンと広いんで、うん、まあ、そうですね、まあ、カップルとかで一本持ちして、お、まあ、使い分けてもらえるんじゃないかなっていう。なるほど、なるほど、はい、ただウエストアップはめちゃくちゃ太いんで、うん、センタリングだけ、あ、はい、そういうわけでちょっと女性が乗るときなんかは気にしていただければなと思いますけども、はい、まあ、僕らみたいに結構スピード出して滑れるよっていう方からもう少し身長あって足の大きい人もこの幅があればしっかりと耐えてくれるよと。で長さから考えると、160弱ぐらいの女性が乗っても乗りこなせるんじゃないかなと思います。ちょっと幅がある分切り替えとかがこう足元うまく使える人の方が操作しやすいだろうなと思いますけれども、その辺はいい意味でこのちょっとジャジャウマ感を乗りこなしてやるぜと、そんなつもりで女性の方にも少しおすすめできる板だと思うので、まあおっしゃってくれたようにね、カップルの女性の方と男性の方でこれ1本持ってて今日私乗る今日俺乗るみたいな感じで滑っていただくのも面白いんじゃないかなと思います。そうするとなんとこの3万4500円の半額みたいな感じになるので、はい、考え方ですけどね、それは方々ね、そんな感じで女性に向けても男性に向けてもおすすめできるパタレオのパーティーウェーブでございます。じゃあ最後に一言お願いします。はい、ぜひですねこのパタレオの、うん、ノーズとこの TBT の部分を意識してスライドさせてあげると、はいはい、まあ、めちゃくちゃスプレーとか、まあ、レイバックとか、まあ、テールを蹴り出すっていう動作ですね。テールを蹴り出すっていうとノーズが引っかかるイメージあるんですけど、はい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 、ノーズ引っかかんないので共にこうスーッと流れてってくれるような動作ができるので、こう立体的なトリックですかね、レイバックだったり、はいはい、そういった動きにも非常に特化したことがやりやすくなるので、うん、ちょっと今までレイバックできなかったから懸念してたけど今年はレイバック覚えたいなっていう方にもおすすめな形状しております。はい、ぜひぜひ、はい、ジョイントハウスの方にお問い合わせください。それではまたスノーボーダーの青木玲でした。ジョイントハウスの岡でした。